和江ちゃんが作ってくれました。すごいね、こんなん見たことないな。すだちよ、すだち、これ美味しいよ。すだちすごいね。なんか外で見かけたんやけどさ、なんか下履いてない子みたいになってて捕まるわよ。はい、どうもこんばんは、カズチャンネルのカズです。こんばんは、カズエちゃんです。はい、今日はね、カズエちゃんのスタジオやね、これそうです、いつものスタジオ。我が家のスタジオですね。よくここでさ、スムージーとか作ってるやつやんね。してます、してます。今日パンいただいて、ちょっと多分これの動画の前にさ、パンのやつ、うん、美味しいやつ差し込んで、これ動画であげるやろ。あ、まだあ、あげるあげる、あげます、あげるやろ、うん、あ、後日あげるんだね、うん、というわけでございますけども、今日はね、いつもの撮影現場ということで、でも結構環境いいね、ここ。いい、やっぱりいい、分からんないけど自分でも。いい、やっぱね、僕この前18万の照明買ったりとか、いろいろ照明にはこだわってるんですけど、うん、でも一番大事なのはね、やる気です。そうです、ものではあります。そうそう、和江ちゃんのさ、こう環境、そんなね、カメラもさ、いい、はい、和江ちゃんね、大体この距離、この距離でいつもここにカメラ置いてるんだよね、うん、そうそう、このパターン、本当にこのコンデジ、うん、コンデジもそんな高くないよね、これ3、4万ぐらいか、ね、3、4万ぐらいのコンデジで、これ触ったけどマニュアル撮影がちょっとできないタイプ、オート撮影みたいな感じだね。あ、そうなんや。そうそう、で、この三脚自体も高くないよね、これ2、3千ぐらいの、2、3千ぐらいね。ほんで今日はね、ちょっとこの環境、少しずつなんかいいとこっていうかね、ちょっと改造していきたいなと思います。あ、ぜひぜひ。できない部分もあるからね。ほんでまず第一ポイントはね、はい、こうやって見ると分かる、和江ちゃん、この映像を見てると、こっち側が青白くて、ここがオレンジ色になってるの。確かに確かに。なんかそうなるとさ、うん、まあオレンジで全部合わせると、まああったかい環境でいいけど、なんかちょっと映像的に汚いっていうかさ、この差がね、特に、うん、もうちょっとさ、これ上やると なんかほんとここ、ほら、確かに青とオレンジなるでしょ、うん、これ今撮影してる人もね、 YouTuber の人も覚えとくといいけど、これ太陽光とか大体時間によって違うけど、結構青白い。ほんで今ね、ここで使ってるやつ、これもちょっと白っていうか、白、青白い系、青白系やね。そこにこれ天井、こうやな、言われな、分からんやん、これオレンジ系のやつ使ってるで、うん、白色となんちゃらと、そう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 、オレンジ色の、オレンジ色ね。そう、これを白系にしたら多分グッと良くなる、これなんかこう揃えるといいわけね、色。そうそう、色揃えるとすごい安定した映像になるからね。一回上のやつを消してみて、一旦消して、はい、まあそうなると、ほら、確かにね、もう色がちょっと暗くなっちゃったけど、うん、こんな感じになります。じゃあもうここを変えるともっとぐんと変わるわけね。そうそう、ぐんと変わる、ぐんと良くなると思う。ほんで、まあまあ三脚もね、うん、利便性がいい悪いの話やで、これで画質良くなるもんでもないで、うん、そんなね、私みたいにこだわる必要ありません。これもありません。置いて帰ってください。いや、ダメですダメです。あと、和江ちゃんこれわざわざ買ったんだよね。買いましたよ、買いましたよ、アマゾン。そうそうそう、これもアマゾン。これもね、ここの環境がすごくいいで、活躍の場がないかもしれない。部屋撮りの時はすごくいいと思う。でもね、行くよ、これ多分ここら辺に反射させるとね、いい感じになると思うんだ。行くよ、ほら、こんな感じ、ほら、どう？もうこれやったらさ、植えなくてもいけるぐらい綺麗やな。そうそう、植えなくても、うん、ほんで、これ消すと、ほら、僕これ使うの基本的に、あ、自分の顔に、これ今自分の顔照らしてくれてるやろ、これがね、まず手前のやつで、うん、だけどこれで背景を明るくするっていう効果ね。こっちね。そうそう、この壁に反射させて、こんな感じで壁に反射させる、白壁ね、できればっていうことで、でこれを時間に当てると、あ、こういうことになるの初めて照明買った YouTuber は、でもこれでヒゲ見えんくない？うん、ヒゲ飛んでこんな感じかな。初めて照明買った YouTuber は、でもその気持ちすごいわかる。これになって背景が結構暗くなっちゃうから、より見にくいし、そうそう、ちょっと強めのライト買って、上なんや、そうそう、壁全然違う、壁に当てることでこんな感じでね、綺麗な映像になるから、これぜひね、皆さん実践してください。分かったやろ大体、うん、全然違うね。たったこんだけなんやって、ちょっと高めのさ、三脚で立てて、ここら辺に当てるだけで、こんだけ光が回り込んでくるで、使い方やな、ほんと使い方、使い方、うん、今日18万の照明持ってきたのに、はーい、うん、全然使うとこないわ。置いて帰ってください。いや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 でもさ、ちょっとそこにいてか、ね、見てみればいい。はい、ほんで、そうこれでかこれ、このうち狭いのバレるがそれいや、ほんと YouTuber 狭い方が光の周りがいいで、狭い部屋で撮影した方がいいと思う。大きい部屋難しいから。これです。これはもう光の量もやばいで、いくよ。はい、さっきみたいな当て方するからね。
いくよ。どんな感じになるだろう。つけなきゃか。きたー。もう音が違けりゃもう明るすぎるぐらいやね、これすごいな。うん、ちょっとまぶしいわ。まあこんな感じでございますね。あ、でもめっちゃ綺麗。うん、こんな感じでございます。ほんで、かずえちゃんも今で1ヶ月半ぐらい、ね、1ヶ月ぐらい、1ヶ月ちょっとや。1ヶ月ちょっとやね。やって、やっぱ人間だなと思いました。かずえちゃんもコメントすごいよね。すごい嬉しい。愛に溢れてる、なんかすごいみんな優しいの。そうそうそう、やっぱね、人間なんですよ。すごい嬉しいです、うん、本当に癒し、本当に癒しなの、ね、これからね、YouTube する人に何かアドバイスってある？あの、好きなことを楽しくやっていくのが僕はやっぱり、だね、もう本当に無理しちゃダメ、本当にそれはしんどいからね、うん、無理しちゃダメ、うん、まあ、ということでございますので、まあ、本当 iPhone でも何でもいいからね、うん、やってみる。皆さん、無理せずにね、あの、うん、自分のペースで、そう、悪いことしちゃダメだよ、迷惑かかることはダメだよ、まあ、そんな感じでやってください。まあ、以上、こんなところで、バイバーイ。